なんか記念日だからといってなんかどうってこともないんですけれどもね、もうそんな経ったんだな。なんかなんでかって言って、なんか記念日多くて、うちらなんかオーディション合格日とそのお披露目日とあとお披露目ライブ、研究生のお披露目ライブがあって、どれが結局なんか活動初日で、なんかしかもクリスマスイブには研究生公演初日とかがあったり、そう、まあでも今日なのかな一番記念日っぽいのは。公式にお披露目されたのは6月12日ですから、2期生としての公式デビュー日みたいなのは今日なのかもしれない。そうそうそう、まあ、別に何も準備はしてないんですけど、かといって何でもないんですけど、でもまあツイッターとか見てるとエゴサしてたりするとね、あの NGT 入ってくれてありがとうとか、応援できて嬉しいですみたいな、なんかそういう感じのツイート結構見かけて、ああこんな風にね2期生として応援してくださってる方もたくさんいて嬉しいなーって思ってますね。うん、たい焼きもありがとうございます。まあ変わらないっすよ別に5年経とうが6年目だろうが変わんない、変わりはしないですけれど、どうぞこれからもね2期生をよろしくお願いします。減ってるけど今何人なの、結局何人だ、7か。減ったね、半分になってしまった。半分未満か、もともと16だもんね2期生は。ありがとうまあでも変わらないよ、そうだね、こう3期生がもともと12あれ12人いたって考えると16は確かに多いよね。ドラさんも入れてだと21だったから、そう考えるとだいぶ2期生は多かったなって思うんですけど、うん、そう、まあ4期生募集もありますからね、4期生もね、どんぐらいか分かんないけど
確かにさ、2期生の記念配信なり記念劇場イベントとかさやればいいのに。やりたいな、やりたいって言ってんだけどね。やりたいです。まあでも今年というかこの1年間でやっぱ自然渋滞をいただけたっていうのは2期生にとって嬉しいことですね。やっぱりそれはなんかこうドローンジェラシーいただいた時に思い描いていたなんか2期生2期生らしさ的なのはああいう自然渋滞の方が近しい。そうかっこいい系の感じが欲しかったから当時。嬉しかったな。なのでぜひよろしくお願いします。今後も6年目も6年か、それは年も取るし2個下の後輩が入ってくるわけだ3期だけじゃなくて4期生も入るわけだ。5年もやってたらそりゃそうか。後半に詰め寄りすぎだけどな、後輩に関しては。ありがとうございます。なんか誕生日も近いんであんまりなんかそうあんまり実感がないっていうのが本音なんですけど、そうだね、小学校で例えたら入学してこれから6年生って感じこれから6年生です。なんか6年生の6年生も同じクラスだーですね。1歳2歳3歳4歳、うん、そうそうそう、という感じでございます。23時、明日ね公演なんですよ。明日なんか久々な公演がしてルアちゃんが初日なんです。んだよね、ルア氏が初日です。なんか私もちょっと久々な気はするので頑張ってこようと思います。もうお話はそんなもんかお話はそんなもんかな。明日平日だからね、夜公演しかないから1回だけだから体力とかそういうのは心配はしてないですけど、
久々になんかこう人前に出るので、そこはちょっと体力的に持つかなみたいなとこはありますね。よいしょ。うわ。初日の時に公演時間遅れるのはそれ昼夜だからだよ。平日は1回公演しかないから別に週5早めればいいだけだから、リハは長いですけど。よいしょ。よし、ずるだやろ。今ね、魚鳥村のこれから地上絵を見に行くところです。みんな見よう、一緒に。今もうゼルダをね進めることがね日々の楽しみになっている。地上絵、地上絵に地上絵ってなってる。このティアキンにおける地上絵ってめちゃめちゃ重要な、どこだろうな、めちゃめちゃ重要な役割を持ってて、マジでどこだ、なんかねゼルダの記憶をね、あ、これか、これっぽいな、違うかな、いや、これだな、ゼルダの記憶を、はい、あった、過去からのゼルダの記憶ね、をまあ、思い出させてくれるというか教えてくれる。まあ、VTR が見れますので見ていくか。ちょっと、あ、そういえば私英傑の服手に入れたんですよ。新式英傑の服を手に入れたので、すごいいい感じです。よし、調べるか。あー、どうだろう。これでそのゼルダの今の状態とかを見てます。ずっと地上絵をいろいろ見回ってね。すごい音がいい。てて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 、そう、姫の記憶が見れる。ダダダン、ジュワン、あ、ソニア王妃、あ、折り入っての相談、どういうこと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 、
ことどういうことどういうことどういうこと、え、ゼルダが2人いるんだけど、ガノンドロフの操り人形、王妃が、ガノン、ガノンの顔ヒット、うわ、一番重要なの見たかもしれない。おい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 、おいおいおい、あれ、カバンダいるっていや今それどころじゃないんだけど、嘘でしょ、え、ネタバレ、ネタバレだ、大丈夫な人だけいいですか、ネタバレダメな人ちょっと耳塞いでて、まあ、地上絵っていう姫様の記憶がね、まあ、今姫様過去の世界に戻ってるっぽいんですよ、どうやら。それで、なんというか、まあ姫様の現状が見れるんですけど、今姫様が2人いて、なんだなんだって思ったら、一人はガノンドルフが化けてたんです。でナイフ投げてきて、そのナイフ投げてきたのね。でそれを本物の姫様が、ま、時を止めて戻したのよ。まあ、助けたの。 そしたらどうにかなったと思ったら、後ろからソニア王妃っていう、その何、ラウルの、まあ、お妃ですよね、が後ろからガノに刺されてっていうところです。今やば、怖っ。今そしてカバンダ、カバンダの、今カバンダのミッションをやってますね。あ、いけた、よしよしや。どうしよう、ソニア王妃が刺されちゃった。これ次どこだっけな、次すぐ見に行きたいな。このまま見に行けるかな。ルピーめっちゃ溜まってきた、921。家買いたいからさ、市から村の近くの1500ルピーなんだよね確か、それがちょっとまだまだだから。よし、次の
これか。あ、ここ場所わかるよこれ。でしかもそのソニア王妃が持ってた勾玉をガノンが奪ってしまったからトライフォースじゃないんだね。でもね、なんかトライフォースに縛られてないんだよな結構今作だから。まあ今とんでもないよっていう話ですね、言ってしまえば。よし、次のあったあったあった、ここだ。すげえ、そんなすぐ見つかる。あ、寒そう。ちょっと待って、服着替えさせてあげよう。あ、凍えてる、ディンクが凍えてる。次の地上絵ね、すぐなんで今行きますわ。これどこだ。ハマの祠を感知した。いらんいらん感知しなくて、ちょっと待って。どれだろう、ちょっと待って。あ、あった。よし、これが続きですね、さっきの。もうね、ほとんどの場所に行けるようになったので、地上絵はね結構もう全部回れるかもしれない。なんなら今日とかで。よし、これは順番に見た方がいいっていう風にねすごい言われてるので。よし、じゃあ次行きます地上絵何個目だこれ、何個目か忘れちゃったけど、1234566ぐらいかな。てわ。で、まあガノンに勾玉を奪われてしまってソニアが倒れている。あ、めっちゃ続きじゃん。ガノンが力を手に入れてしまう。ついに我が物と、うっ、勾玉が黒く、うわ、ああ勾玉が悪の存在に。あ、おでこね、そう、ついてたついてた。あ、ゼルダ、ソニア様もう助からないの。あ、やばいやばい、最悪だ最悪、厄災か。うわ、でかくなってる、怪物になってる。あー、すごいコントローラー揺れてるし。
ラティームーン。薬剤ガノンだな、これはガノンドロフ。え、なに？うわ最悪。あ、ま、魔物をブラッティームーンが生み出してるんだ。これからなんか赤い月、うわライネルだ、赤い月をやっつけるショーとか入る？そんなことないか。かっけー、でも薬剤だけどかっけーわ。あ、ラウルが来た。神のごときこの力。あ、ガノンドロフ。そうだな、今はソニア様王だよな。あ、目が開いてる。あ、つえーつえー、あ、ワープだ。ワープした。プルアパッドでワープした。プルアパッドでもまだ持ってんだ。ガノンドロフが。まあ、力を得てしまったね。ブラッティームーン。うわー続き早く見たい。どこにあったっけ、地上絵。あー竜の涙だね。そう、でも竜の涙って、まあ、名前の通り竜の涙らしいんですけど。あ、これ魔王誕生、魔王の国みたい。え、あーなるほどね、二つ入ったのか。そっか、ソニア様、そっか、冒険の記憶001がまだないんだよな。どういうことなんだろう。次行くか。これが終わった。これどこ、これ見かけてないな、まだ。あ、果ての村の方。ここか。ちょっと遠いな。ここか。あ、こっから行けば行けるかな。次も行けそうですね。ソニアさんも大丈夫かな。今ワープして戻ってったけど、ソニアさんもが、ラネールさんの眺望台に来ました。アップ。よし、こっちだね。あ、あったあった。いけるいける。やばい、見れそうだぞ。
今日ラストまで。ここ何？なんかある。敵いるかな？あ、別に敵いない。ああ、なんでもないとこか。よし。レッツ。まだラストじゃない。あとね3つかな。地上絵はね多分3つか4つか。雨降っとる。ちなみに頑張りゲージマックスにしたのでかなり自由に進めるようになりましたね。ちなみに体力は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 かな今。体力は多分少なめなんだけどまだ。あ、雨止んだ。ラッキー。よし。なんか雨止んだけどすごい霧みたいになってる。よし、3つ目っていうか今日3つ目ね。あー、さて、この今の続きで今のガノンのとんでもねえ、あ、これでもマガタマだ。マガタマの地上絵だからマガタマに関する地上絵かな。賢者を集めてる。ラウル殿。最後の村が攻め落とされた。魔王が侵攻してきてるんだね。うん。私が止める。魔王。ラウル。ソニア王妃やっぱダメだったのねえ。ソニア王妃はどこ。ゲルド、ゴロン、ゾーラ、リトの族長にゼルダ。ああ、お姉様だっけ、妹だっけ、ミネル。みんなに見せたいものがある。なんだろう。あ、テロップ書き忘れてる。この音は、なんか扉開いてるよ。あ、マガタマだ。あれ、ここ忘れられた神殿じゃん。ゾナーの秘跡。ああ、これで賢者になるんだ。はあ、ゾナーの秘跡ね。マガタマですよ。さっきガノンが手に入れてしまったのもこれ。あ、それぞれ風、火、
雷とかの秘跡を手に入れて、おお風の賢者、火の賢者、炎かな、水の賢者、おお、あ、な、なな、ああ、わあ、賢者になるストーリーでした今。それぞれの族長が。なるほどね。ソニア王妃は。そう、光の王ラウル王ね、を支えるって。次、あ、あと2つだ。墓じゃないこれ、待って、そんな、嘘だ、ちょっと待って、墓なのかこれ、どこ、うわやっべ、まだ行ってないとこだ、うわ終わった、ちょっと待って、今日行けないかも、ごめん、行けないかも今日。どうだ、あ、この辺か、この辺だな。ちょっとじゃあ、こっちに行きたいから遠いが行くしかないか、こっから行けないかな、ちょっとまだ眺望台をまだ開けてないラストのところがあって、そこに次のやつがあったので目指します。こっから行けないかな、あったあったあった、あ、いけそう、いやこっからはまだいけないんだけど、そこの眺望台に行きたい。どこにあるんだろう、やばい、ラストの眺望台だよみんな、あのリンクが空に打ち上げられるやつ、ラストなんだけど、やばい、竜がさ、赤黒い深羽に入ってくんだよね、それが気になってんだよね私ずっと。祠がある、ちょっとでも祠とか一旦置いといて今地上へ行きたいんだよね、とりあえず。なんかあそこめっちゃ天気悪いのはなんでなんだろうな。うわー、ニジハテールの眺望台についてしまった、もうちょっと、よし、あ、普通に入れるかな、なんかね眺望台ね簡単に入れない可能性がある。よし着いた、あれいけるやん、あれ、あ、電波悪い、あー、あー、なんで
で電波悪いのなんで電波悪いの、消防台が使えない、もうこら、ちょっとワープマーカー置いとこうかな、ここに。とりあえず助けて助けてって言われてる、大事なものの中に入ってるね。はい、ワープマーカー置いとけば井戸入ります、助けてって言われてるんで。間違えた、あれなんかちょっと上上がんなくなっちゃった、あれ宝箱開けたいのに今開かない宝箱が。いけた、王家の両手剣か、多分これより、これ王家の騎士の両手剣、よしこっちもらおう。ああ、ああ、これは助けてやらないとだな。よしレッツゴー。欅だ、あんたどうしてこんなところに、いやそんなことはどうだっていい、どうか俺を助けてくれないか。どうしたの、遺跡の罠にかかって閉じ込められちまったんだ、クソついてねえ。あ、スイッチが見えるか、これを押せば罠は解除できるはずだ。あっちに洞窟の入り口がある、俺はそこから入ってきたんだ。頼むぜ兄ちゃん、俺はここであんたを信じて待ってるからよ。うそー、めんどくさいよ、嘘、反対側から行かなきゃいけないってこと、なんてこったい。これどこだろう、どこにあるのかな洞窟。この辺か、いやわかんない、洞窟の入り口がわかんないからな。あ、ここだ、ここでしょ、やった、ああ敵が、よしよし、遺跡の罠にかかってしまったんだね。はいはい、開けてやったよ。あ、紫ルピーゲット、よし、え、じゃあ戻ります。ワープマーカーめっちゃ便利、あでもこれで多分眺望台を直してくれて、でその眺望台から、あ待って、やばい、最後の眺望台だ、寂しい。ワープマーカーは回収していいかな、はい、よし、あ開いた、
湿気のせいで端末が動かなくなってた。よし、やばい、最後の眺望台だねえ。寂しい、ねえ寂しいよ。よし、最後の眺望台に上がるとしますか。ちょっと装備変えようぜ。よし、行くか。この装着されるリンク好きなんだよな。うわー、ラストだよ、やばい。レッツゴー。今ちょっともう爆速で、うわ、そうだよね、あそこなんかすごいね、そう、天気悪いとこあるなとは思ったんだよね。ちょっと待って、どこだ、どれだ、地上絵多分この辺にあるよね。赤方向だとあっちか。あったあったあった、よし行くぞ。なんか下になんか渦の竜巻みたいなのが浮いてるけど、何なんだろう。え、敵？なんでなんで？やばい、頑張りゲージいらんとこに使っちゃった。もう一回上上がった方がいいかな。あ、あそこ行こう。なんかほこらの石っぽいものを手に入れたけど、ちょっと私は今ね完全に、どこだ、あったあったあった、あそこに行くんだ私は。どれだろう。これお墓じゃないかな。あったあったあった、あそこね、地上絵ラスにですね。やばい、本当に今日中にラス見れちゃいそう。最後まで、やだな。着きました、はい。なんだろう、
竜の涙。てててて、あ、なんだろう、怖いよ。さっきね、賢者たちが賢者になって、ん、ラウル、そうでしょ。え、でもさ、姫様ってさ、姫様ってラウルとソニアの末裔じゃないの？明日の魔王との決戦の前にお伝えしておきたいことがある。ああ、責任より変貌す、あー、魔王復活をね、ここで確信するんだね。すげえガノンドロフ。右腕、あ、大魔の剣を持つ剣士。うわ、リンクに全て託されちゃったぜ。でもだって、でもだって姫様は、ソニア様のお墓があって、で、その姫様がラウルに、ま、自分が来た、自分がここの世界に来ることになった理由となる、その地下で眠っていた男は、あれがガノンドルフですと、ま、伝えて、これかな、これでいいかな、これでいいな、よし、ラストの目指し、そうかな、そうで、つまりね、つまり逆算すると王は倒せなくて、ガノンドロフを倒せなかったから、この未来の時代までいたわけで、っていうのを伝えたんだよね。で、それで、いや、でもそれはゼルダ姫が過去にやってくるよりも前に、
前の世界の話だから。変わってるかもしれないみたいな。どこだろう。先か。で、今の私にできること。リンクに。わ、ラストの地上絵です。最後の地上絵。リンクにできること、おで私にできることはって言って終わった。そして最後の地上絵、これマスターソードなんですよね。地上絵が大麻の剣。ちなみにまだリンクはマスターソードを持ってません。調べるか。まあ最後の地上絵です。マスターソードは確かに朽ちてしまって、でゼルダのところに渡ったんだよね。確かにそういえば竜の涙。姫様無事なんだろうか。あれどこ、ここあっ、えこれ全部終わった後、ここあれだよね、時の神殿だ。あー、これはもしかしてもう魔王と戦って魔王に負けてしまった後の話かな。時の神殿だよな。あ、時の神殿ってリンクがマスターソード渡したんだよね。そう、確かに。それもしかして、ああ戻れ子、姫様ああマスターソードが過去の姫様の世界に来た。どうすんの。そうだ、話き声聞けるんだよね、姫様は。リンクは無事。復活するために時を超えて私の元へ。姫様にできることがある。私にしかできないこと、あの男を倒せる。あ、何、
の声は竜だ。あ、ラウルの竜みたい。マスターソードが刺さっ、泣いてる。え、待って待って待って、え、嘘。あ、え、そうかなって思ってたけどさ、あれ13、14がない、11がない、あれ、え、待って待って、どういうこと、嘘。姫様は？姫様、姫様は？アッカレ地方にあるマキューズ半島の方へ落ちていった。どうしようかな。インパのとこ行きたいけど、インパいないんだよな。やばい。どうしよう。マキューズ半島行くか、とりあえず。いけるよね多分。あ、これでいけるな。竜の涙ね。やばい、嘘でしょ。姫様は嘘だと言って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、つら、待って、つらい。ちょっと次の、ちょっと次のさ、とりあえず次の、竜の涙は地上絵以外の、あ、あの、あの子だよ、あの子、あれ本当に無理なんだけど、ちょっと待って、結構無理なんだけど、ねえ姫様は、ねえ、姫様とリンク、多分さっきマスターソードで見た世界は、マスターソードの地上絵で見た世界は多分だけど、あれ、祠あるけど、ちょっとそんなことどうでもいい。見るか、竜の涙。やばい、やばい、あと3分なんだけど、ちょっとごめんね、ランキング読めなかったら。あ、時の神殿だ。姫様？あ、ラウルがね。
なるほど。ミネル様、ゴーレム、しかない、ごめんね。姫様、ちょっと待って。